トリです。さて、お金をかけずにセンスよく自分好みの家と暮らしを実現できたら素敵ですよね。よねお金をかけずに。かけずですね。<laughs> 大事ですね。今日はそんな暮らしを楽しんでいたら一冊の本になったというおしゃれな DIY の話題です。その本のタイトルはゆる DIY。先月出版されたばかりです。古い家も賃貸も垢抜けない部屋も。 DIY で我が家を好きになろうという内容です築40年の借家を快適空間にした様子が作り方と一緒に紹介されています著者はフォロワー18万人を超えるインスタグラマー宮崎市に住むサシャさん中学生小学生保育園児3人の子育てをしながら DIY を楽しみ インスタグラムで発信しています DIY を始めてどのくらいなんですか約9年になりますで、えっと最初はドライバーの使い方すらわからない状況でしたでも切って合わせてつなげるその応用を繰り返すだけなので簡単にいろんなものができてきてどんどん楽しくなりました借家なので現状回復できる方法で 簡単時短ローコストな DIY を実践していますこの家は引っ越して4年なんですがゆっくりゆるくここまで変化してきました台所の大きな出窓に取り付けた棚夏の直射日光や冬の冷気を遮る機能も兼ね備えていますコンロの周りの壁は 貼って剥がせるシールでリメイクそのまま貼れない部分にはマスキングテープの上に貼り付けています備え付けの古い大きな食器棚にはインテリア用の花柄のマスキングテープが貼り付けられています手作りの机には100円ショップで買える材料で引き出しが 古いサッシが目立つ窓には細い角材をつなげた格子。お,おしゃれ。うん、雰囲気出ますね。昭和の窓ガラスにも格子がと思いきや、うん、実はこれは黒のマスキングテープを格子状に貼っただけです。えー、超簡単な DIY なんです。試しに貼ってみたらとてもいい感じになりました。えー、すごいですね。ねレトロな感じになりますね。うん、確かに。 切って合わせてつなげるが基本。百円ショップなどで手に入る材料がたくさん使われています。D. I. Y. 初心者におすすめのシェルフを作ってみます。壁掛けですね。はい、はい。材料は百円ショップで。揃います。全部で六百六十円です。六百六十円でなんかできるんです。まさに。切って合わせるだけ。あっという間に出来上がりました。 お好みで塗装すれば既製品を買ってきたみたいです次はプランタースタンドにも挑戦ですこちらも初心者におすすめ簡単な工程です販売店でカットしてもらった板をつなげるだけですこれ何ですかこれこの コーナークランプという道具があれば直角になるところを固定できるので一人でも作業ができますすごい便利シンプルなのでいろんな使い方ができそうですう確かに横でも使えますし、うんうん、一歩踏み出せばできるのかもという気がしてきましたただアイデアがですねだからサシャさんのこの本を参考にして真似から始めるといいのかもしれませんね まさか自分の DIY が本になるなんて考えてもいませんでしたが DIY をやってみたいという方の背中を押す一冊になればと思っています試行錯誤しながら完成した時の達成感は何物にも代えがたいです見ているだけでも夢が広がるゆる DIY 手に取ってみてはいかがですか